建設王に俺はなるさん、320ありがとうございます。初スパチャでサニー号が落ちてくるとき、ゾロが何かに気づいてると思うのですが、何だと思いますか。え、サニー号が落ちてくるところ、あー本当だ。いやこれはまだ分かんないところだね。親子カメハメハでサタン星をボコボコぶん殴って、でそのタイミングでサニー号がその船に、サタン星を追っ払ったその巨人族の船に落ちてきそうになるところで、で死ぬ落ちる助けて、死ぬ落ちる助けてみたいなのがウソップが言ってる、ジンベイが舵を取ってる、その次のコマでゾロが何か気づいている、吹き出しもあるね、何かに気づいてるみたいな。ナスジローどうなってんの。アトラスの呪縛でひるんだナスジローがまた来そうになってんじゃねえの。それにゾロが気づいてんじゃねえの。ナスジローはアトラスの呪縛によってひるんだかに見えたけど、でひるんだからこそサニー号が空洞バーストできたんだけど、ちょっと遅れてナスジローが何かまたしてきそうなのにゾロが気づいて、それをゾロが自主受け止めるとかね、なんか緊急的に何かに気づいてるみたいな感じだよね。殺気なのか攻撃なのか、何らかのアクションに対して何か気づいてる感じはするね、ゾロは。確かにちょっと初見読みで見逃してしまっておりましたけども、でしかもなんかこう嬉しい気づきじゃなくて、歯食いしばってなんかなんだみたいな感じのゾロの目線なんで、やっぱり何者かの攻撃っぽいよね。何者かの攻撃とか殺気とかに気づいてる感じで、この状況で考えられるのは、いつまではもう吹っ飛ばしました、でサタン星は今回ボコボコにしました、ホウキとサンドワームっていうのは鉄巨人を攻撃しようとしてます。だから消去法で言うと、吹っ飛んでいったいつまでがすぐ戻ってきて何かしようとしているか、あるいはナスジュロー星がアトラスの呪縛で一瞬ひるんだけど何かしようとしてるかぐらいしかないと思うんだよ。でもキラーンつって、あの空の彼方まで吹っ飛ばしたみたいな状態だったもんね、いつまでは。やっぱり消去法で考えてもナスジュローしかねえな。ナスジュローが反撃というか、ちょっとひるんだけどまたサニー号を攻撃しようとしてきてる、それにゾロが一瞬気づいたっていう感じで、まあ今考えたあれですけど、いかがでしょうか。ナスジローに警戒してる感じだね。そうだね、刀抜こうとしてるようにも見えるもんね、ゾロね。ナスジローじゃね。え、これさ、ちょっとみんな見返してほしいんだけど、そのシーンあるじゃん、落ちる死ぬ助けて、落ちる死ぬ助けて、彼らこそがっつってゾロが何かに気づいている、でその上にサニー号見ろ、お前らの船だな、サニー号っていうのあるじゃん。海面スレスレぐらいから見てる感じ、角度的に。で巨人族の船があって、上空上にはめちゃめちゃもう豆粒みたいなサニー号が見えるみたいな、この豆粒みたいなサニー号のこの辺ボーンって爆発してる描写じゃん。これ先週のアトラスの爆発ってことかな。これ豆粒サニー号があって、ここでなんか雲ごとバーンって爆発した残骸みたいなさ、爆発した直後みたいなこの辺なってんのって、これアトラスの爆発ってこと、これ先週の、それともサタン星吹っ飛ばした後みたいな話これ。あ、そう思います。あー、なるほどね。だから先週の直後って感じだよね。先週のアトラスが爆発してクードバスで飛びました、ボーンって爆発の残骸ここにあります、でゾロが何かに気づいて剣をこう抜こうとしてるみたいな。だやっぱりこの爆発の中からナスジュロが復活してきたとか実はあんまり聞いてなくて、バトル漫画の自爆強キャラに効かない説あるじゃん、ナッパとかさ。自爆したけどダメで、ナスジュローがすぐに飛びかかってくるんだけど、それをゾロが自主対応するみたいな感じになりそうだなっていう。一文字ヤさん、テノペガありがとうございます。ゴッドバレーが38年前、オリジナルバッキンが76歳、クローンスティーシーが政府に潜入していたのが20年以上前、76から38は綺麗に38になるのも偶然ですかね。ああ、76歳の半分が38年前ってことか。クローンスティウシーが38歳だとしたら、シャンクスの年齢とも近いので、シャンクス自体が誰かのクローン説はありませんか。スティウシー、シャンクスに加え、数人クローンが作られていたとすると、ガーリング星の見ておけ子供たちも回収できそうな気がしますと。なるほど。あ、そういう考えになるのか。オリジナルのシャンクスっていうのがいて、そいつのクローンでできたのが今のみんなが知るシャンクス。いや、それもあるのか、ワンチャン。今のシャンクス、4校にまでなったこのシャンクスがクローンっていう話だよね。それ誰が何のために作ったの、そのシャンクスを。シャンクス自体が誰かのクローン。そうだね。まあミス・バッキンとスティウシーの関係性から、その時代にはもうクローンを作れていたっていうことですよね、ってことだよね。多分前提としてミス・バッキンの話とスティウシーの話してるのは、もうクローン技術っていうのはこの年齢であったってことですよね。つまりシャンクスもその時代に誰かのクローンとして生まれてっていうところなのかな。あとはスティウシーが実
験体第1号みたいに言われてたっけ。スティーシーが成功体第1号だから、シャンクスは今41歳だっけ。その3年前にもうシャンクスのクローンがなきゃいけないから、成功体0号みたいな、まあ0号みたいな逃げ方すればいくらでもいけんだろうけどね。あ、2号もいるという伏線ね。そうだね、誰かが出てきそうな感じはするけど、38歳よりも若いやつじゃなきゃ辻褄は合わなくなるっていうことになるのかな。いや、なるほどね、そういう想像の膨らませ方をしていくのか。で、赤ん坊はどうなってんの。シャンクスってゴッドバレーの時に宝箱の中に赤ん坊としていたじゃん。ガーリング星が神の騎士団が住んでいるところが、まあマリジョアとかゴッドバレーとかその辺だとして、で、見ておけ子供たちとかって言ってる時に、オリジナルのシャンクスのクローンみたいなのが仮に作られたとしたら、そのクローンを宝箱に誰かが入れたってことなの。それが景品になってたみたいなことなの。それか、顔を立てられるんだから偉い。子供たちが全員シャンクスそっくりだったらない。いや、その辺のなんかストーリーが知りてえな。今のシャンクスがクローンだとしたら、でもその辺説明できればなんかそういうストーリーも考えられるみたいな感じで考えられそうだけどね。うん、悪趣味な天竜人ならそのぐらいしそう。クローンだから宝箱に入ってて、クローンってことをロジャーに最後教えて泣いた。あー、だから天竜人の神の騎士団フィガーランドガーリング星って星って書いてあるから、まあ天竜人の一員でもあるわけだよね、神の騎士団でありつつ。で、そのフィガーランド家の血を受け継いだ子供っていうのをクローンで作って、それを景品にしたと。こいつを奴隷にしてもいいし、育てればめちゃめちゃ強くもなるからボディーガードにしてもいいし、そのシャンクスのフィガーランド家の血を受け継いだやつのクローンみたいなのを特別に景品にしたと、宝箱の中に入れて。で、優勝者がそれをもらっていいよ、それを奴隷にしてもいいし、ボディーガードにしてもいいし、いかようにもお使いください、今回の目玉、今回のラビット買った時の目玉はこれですみたいなね、天竜人のクローンですみたいな。で、かと思ったらロックス海賊団来て、ロジャー来て、ぐわーごちゃごちゃってなって、で、その景品だった財宝ごとロジャー海賊団が全部持ってって、その景品のクローンのシャンクスをそこでロジャーが手に入れたみたいなことか。クローンであることをもうロジャーは知ってたのかな、で泣いたってこと。ロックスのクローン、天竜人最強の男のクローンなら景品にはなりそうと。そのおかげで四皇になれたとか、皮肉にも程があるけど、ガーリングがクローンだろうと自分の、あー、そうだね、天竜人が血筋は大事にしてそうじゃん、天竜人の血筋をさ、それをクローンとして自分の子供のクローンみたいなのを景品に使うみたいな、まあ、ちょっと人間のこと虫けら扱いしたり、もうわけわかんねえから、あいつらはあいつらが人の常識的な考え持ってんのかもわかんねえから、よくわかんねえけど違和感はちょっとは残るか、普通の人間だと仮定したらね。いや、自分の息子は可愛いだろ、そいつをクローンにして景品とかにして売り飛ばさねえだろっていう一般的な人間の感覚はあるけどね、違和感は。いや、みんなの想像力がすげえな、クローンね。ロロノアゾロゾロさん、発表ありがとうございます。あのタイミングで寝てるレイリーさんを出した意味は何でしょうか。真実を知るものであるレイリーが興味なさそうに寝てるっていうのは、やはりワンピースを見つけるというのはそこまで大したことではないということの伏線な気もしました。レイリーが単純に人気キャラなので登場させたというシンプルな理由かもしれませんが、という。前回前々回とかの時点で酔っ払ってはいたんだよ、飲みすぎだよレイリーさんみたいなね。で、若者の楽しみを奪うんじゃないベガパンクみたいな感じだったんで、レイリーにとっては全部知ってる話だから、お酒飲んで、まあ寝てるっていう話なんだろうね。全部知ってるから、これ別に衝撃の事実とかを知らされてるわけじゃないからね、レイリーに関しては。自然といえば自然だよね、配置的にはね。何か不自然とか違和感を感じるような流れでは私は感じなかったけど、単純に人気キャラなので登場させたというか、ロジャー海賊団が仕掛けた大海賊時代で真実を知る者はただ笑うみたいなのも前々回ありましたけど、まあそこでレイリーさんが描かれるのはごくごく自然というか、このロロノアゾロゾロさんが言ってるように大したことじゃないことなんじゃないかっていうのが、なんかそのナミさんのアッカンベイもそうなんですけど、肩透かしじゃないけど、そういう真実な気がしてならないという感覚はありますよね。まあレイリーさんがね寝てるっていうのもそうだし、ナミさんのアッカンベイもそうだし、まあ今までのね傾向とかも考えて、小田先生のスローカーブも頭に入れた上でストレートを待っていきたい。